ってことで、ついに、デンマークの留学する学校に着きました。着いて今夜の8時、9時ぐらいなんですけど、で家から東京まで、もう家から成田まで多分4時間5時間ぐらいで、で成田からのコペンハーゲンまでのフライトが23時間6分とかで、でコペンハーゲンからまたオーフスまでが2時間半での電車 でそっからまた40分バスに乗って、やっと学校着いて、外今真っ暗なんですけど、なんか今は友達が下のホールで交流会みたいなしてるけど、もう交流会に参加する体力はないから、みんながいないうちにシャワーを浴びて寝ます。おやすみなさい。まあ友達なんて多分できる、いつかできる、すぐできる。だから今日はアンパッキング、ちょっと後ろでアンパッキング始まってて、どちらかってるけど、荷物ちょっと開けて整理して、お風呂入ってね、シャワー浴びて寝ます。おやすみ。 Thank you so much for watching。 みんな見てくれてありがとう。